左右対称より大事なのは眉頭の始まりがうまくこの鼻筋からスーッと始まっているように見せる。これが一番のポイントです。この鼻筋がこういうふうに影になるんですよ。これノーズシャドウです。まずこのノーズシャドウを意識してください。この後山からこう入れます。中にこれ大事ですよ。この山から眉頭に向かった時にこのさっきの鼻筋を意識してほしいんです。ここへ眉ペンはコリコリしたのが一番いいです。ベチャッとするやつは年齢とともによってまた描きにくくなるんで、で眉尻のこの下のラインから眉頭に向かって下だけ1本スーッと入れると立体な眉毛が分かりますか。で結構ね黒目見てくださいね。自分の黒目が結構黒いのに眉だけ薄いと今度自信ないように見えるんですよ。毛が結構こうまばらに生えてますよね。でこういう方はこのペンでまばらになった毛をこう埋める感じで描いてあげる。可愛らしい目に対してきつい眉を描いたらやっぱりそこが目立つんですよ。本当に戦ってくる人です。もうそれはね僕がこう説明してても、いやそれは先生そう言うか分からんけど私はもう何十年これでやってきてるんやから今更そんな変えるやんしみたいな、でそういう方って殻を破れないのはもうね分かるんですよね。でここにラウンドをする眉をここにこしらえるだけで、後から言いますけども低タイプの方はこれでモテ度が3倍上がるんです。メイク上手な人ほど結構いろいろと乗せるんです。別にいいんやけどもうちょっと減らしてあげるといいと思います。ちょっとこう柔らかめの色をファッとこう服着た時にラインをちょっと減らしてあげて、俺今日どうしたのみたいな感じにナチュラルやんっていうふうに言われていく自分を知ってもらうと、そっち側の方が男の人はモテるんですよ。じゃあ早速いわゆるこう落ちにくいように眉尻が落ちてるとやっぱりどうしてもね仕事の時なんかあるでしょ、ここだけ取れてるっていう、そうしたら仕事できない人やなというふうに思われたりするんで、そこら辺も大事です。横顔も見てください、はい、そうですね。要はこの眉尻のこのラインとこの目のライン、ここは平行もしくはちょっと上がるグループ見ていいと思います、はい、でも顔も優しくなるしその方に合うんで、まず骨格に合わせるってことですね。眉一つで本当人生変わるんですよ。